はい、オンラインセーフティーフォーシスターズの5人についてっていうね、いう大層なタイトルついてますけど、まあただの言い訳、もう言い訳にもなってへんような言い訳、石川由美さんの言い訳の文章に対して室井佑月さんがね、何言ってんのじゃと、私についてのところだけど5人じゃないぞと、えらい怒っております。まあ面白いことになったらいいなと思っております。バケモンにはバケモンぶつけんだよ、ね、貞子対カヤ子みたいです。以上です。